キャビア激アツカンシュレー違うのよ、違うのできてた、もうできてた、できてた、うまかったよ、上手上手、今すごいな、今だって練習もしないで、なんかできてたじゃん。キャビア激アツカンシュレー、キャビア激アツカンシュレー、タイミングもやると思ったからやってみたけど、違う、激アツカンシュではないですよ。タイミングも完璧だったよ、入ったでしょ、もう入った、もう入ったじゃん。いやいや、ふざけんじゃねえか。入ったじゃないか、もう入ってたよ、話がちげえじゃねえか。オファーされたんですよ。オファーを、そうだってそのシステムが、だってニコさんが思ってるシステムと怖えんだって。何そのシステム構築してんねん。ニコさんはコント公演に女性が必要なタイミングでは必ず出てくれるって言ってくれてるから、もうそれはもう劇団員っていう名前にするから。名前ね、うん、だからデイズにはもちろん別に全然出なくてもいいし、人恋しい時はデイズ来てくれてもいいし、人恋しくて劇団スカッシュに会いに来る人いないでしょ。もっと他にあるでしょ。わかんないじゃん、それ。いやいやいや、もうイケメンとかに会いたいよ、私。なんでおじさんたちに会わなきゃいけない。急に疲れちゃうじゃん。疲れるからいいんじゃん。何なんですか今日。今日はニコさんが劇団に就任したということで、もう発表会、お披露目会、劇団員としてのお披露目会。新しい劇団で今日写真も撮るから。本当にふざけんじゃねえよ、あんた。投げ、私の時間。いい写真、いい写真。いやいや、あれ3段階経て今のあのこれですからね。めちゃめちゃいろいろ探してさ、実際もうニコさんがさ、ちょっとあれやめろよみたいに言ってたから、はい、もうツイッターから探そうと、はい、ツイッターの可愛らしい水着のやつやったんだけど、勝てたんだよ、大体。なんかだからここだけとかなるわけだよ。あそこのバナーに埋めるとさ、なんか縦のやつのさ、ここだけとかなるから。ちょっと怖いよね、別に違うわ。今日変わるから、それ。良かったですよ。いや、おかしくないですか、だって。いや、だからオファーされてそれを受けたらなんか激励になってて、いや、聞いたことなくない、それパワハラって言ってもいいのか分かんなくないですか。でも劇団員になりたいですよね。いやいや、そういうことじゃないじゃん。劇団員になりたいですよねっていう質問もおかしいし、そのなんかすごい大手のなんだあるじゃん、すごい劇団四季。じゃあ、どっちが好きですか、劇団四季。スカッシュ好きだけどさ。好きだけどさ、違うじゃん、その劇団員になるって言って入るようなノリの場所じゃないし、もう劇団スカッシュは劇団スカッシュで、もう出来上がってるところにさ、そんなわけかね、父だけみたいな女がさ入るのもちげえだろ。おかしいじゃん。うん、まあ、でも吉本より良くないですか。そりゃそうだよ。当たり前じゃん。何してくれると思ってんの、吉本が。誰も何もしてくれないよ。嬉しいっていうことでいいですか。なんで、なんで。怖えよ、マジで。なめこは一応なめこと、うん、で、そ、今日カズキ来れてないんだけど、カズキは自分たちは全然なってないらしいんだけど、近くでコロナが出てるらしいから、うん、念のため行かないですって言ってくれたから、カズキもなめこも裏方でなんとなく手伝ってもらう。そっか、演者さんではないんですか。そう、一応だから演者でも何でもやりますみたいな感じで、すごいマルチ。本当に今日も会うの2回目とかだから、あ、ダンスぶり。そう、ダンスぶり。あ、だからそう、3回目。そんなに知らないから、どういう属性かなっていうのを知っていこうかなと。なるほど、ポケモン。そうそう、ポケモン感覚で劇団員探してる。そう最初はやっぱ未知の、そう、未知のポケモン。そんな手軽に手に入れないでよ。だってこんなすぐ来ると思わなかったんですよね。いや、そう、ボール投げたらさ、入ってひどい話だよ。こっからほら、コント公演とかもあるから、はい、ちょっとそれで手伝ってもらったりする人も必要だなと思って、うん、受付とかも、うん、もう鍋子和樹あたりに、だから全ポジション任せる。すごい忙しいじゃん。誰よりも働かされてる。やめた方がいい、ブラック企業だよ、ここ。鍋子さんは何やりたいですか。やだったかね。だからね、ちょっと2人にももう手伝ってもらおうということで、今日から新生劇団スカッシュとして動いていこうかなと。なるほど。そう、もう4日だもんね。そう、4日で、なんかニコさんはどんな役やりたいとかある。モテたい。マドンナしかできない。
マドンナしかできない。いや、すっごい狭いね。演技の幅。マドンナしかできないの、すっごい狭いよ。取り合いされたいみたいな。って思ったんですけど、うん、でも今やっぱ3人の顔見たんだけど、うん、いやおじさんに、ね、取られてもやっぱあんまり楽しくないかなと思ってたから、すっごいヤバいやつとかはちょっとヤバい、ちょっとぶっ飛んだやつ。俺が結構書く台本ってさ、ヤバいエロい男みたいな結構書きがちなんだけど、うんうん、なんか痴女みたいのはできそうだよね。大好き大好き。でもそういうのできそうな女性って珍しいイメージあるから描けそうかもな、そういうのは。デイズは多分ずっとまあ結局3人でやるんですけど、コントはニコさんも毎回出てもらおうと思ってるし、ナベコとカズキもちょっと関わってもらおうとは思ってるんでね。バナももう変わってると思うんでね。よかったよ、もう本当に嫌だ劇場は、あ、劇場もそう、今日決めちゃおうか。もうじゃあ今日、今ここでもう決めよう。何の会議もしてないけど、うちらとしてはじゃあ TWL にしたとして、うん、劇場との相談もあるから、ニコさんとの日程調整もあるから、そもそも何も聞いてなかった。めっちゃいいじゃんとか言ったけど、そう、3月で考えています。3月の前半から中盤ぐらいのどっかの土日でやりたいなと。今 TWL って言ったんだけど、うん、みんなの日程調整したら、うん、いや TWL じゃいけなかったってなる可能性もあるから、そうそうそう、スケジュールがまだ分かってないから、そう、TWL が空いてればこの話いる？いるいるいる決まってないことをさ、いるいるずーっと発信してるけどこの人みんながさ、見てるみんながあー、そうかそうか、そこで行こうとしてんのね思うっていうちょっとずつ、はい、そういう感じで、じゃあちょっと今から写真撮っていきます。はい、それではよろしくお願いします。お願いします。笑っとるよ、なべこめっちゃ綺麗って思ってた。あー、確かに、ね、あ、思ったよりすげえいいな。え、めっちゃ綺麗。え、これ何？もういいじゃん。え、何これ。うまいな。もういい気がする。うまい。オンラインサロンの人がどんどん増えてくれてるんで、本当にどうも本当にありがとうございます。すごい。やっぱりうちらは男の3人しかいなくて、コントやるってだったらどうしても女性の人が必要だから、吉本興業さんには本当に申し訳ないと思ってるけど、ニコさんが悲しいな。それが悲しいね。嬉しいはずなのに。